画でございます。追いかけセブン自らメンバーの方々に質問ある方を聞きに行ってみたいと思います。新企画ですよ。行ってきます。追いかけセブンの質問コーナーやってます。何でもいいですよ。どのくらいですか？気のせい。はい、ありがとうございます。何でも質問コーナーやってます。メンバーの皆さんに聞きたいことがある方ぜひ先に来てください。はい、こちらがトリプル A さんの楽屋の前です。今日は浦田さんにインタビューをしてみたいと思います。ちょっと呼んでみます。すいません、浦田さん、いいですか？どうぞ。よろしくお願いします。はい、ですね、はい、今日富山で初ということ で、ね、はい、どうですか？いや、初めてのところなのでちょっと緊張してますけど、はい、楽しみですね。今日会場もすごいいい感じで皆さん近く感じれそうな会場なんで、はい、10年ぶりに。そうなんですよ。浦田さんは富山に昔来た時は、はい、あのダンスをやってる頃で、はい、知り合いの方に呼んでもらってダンスを踊りに来たんですよ、その時、はい、でそこから10年経って今度はトリプレートしてライブを来させてもらって、はい、こうやっと富山に来れたというか、なかなか来れる機会ないので、はい、そういう意味ではこうやってツアーで富山が入ってたのは嬉しいですし、頑張りたいと思います。はい、ありがとうございます。あとですね、ちょっと新企画を、新企画やりまして、今回からちょっとファンの方々に実際に質問とかメッセージを募集してみたんですよ。はい、その中でちょっと一つピックアップさせていただくんですけど、クッタンさんからの、クッタンさん、はい、質問で、最近感動したことはありますか？最近感動したこと？はい。最近感動したこと、あ、つい昨日ですけど。はい、新潟でライブをやったじゃないですか、はい、新潟3年連続同じ会場でやったんですけど、初めてやった時は2階にお客さんが1人もいなかったんですよ、はい、で去年やった時には2階に半分ぐらいお客さんがいたんですけど、昨日は全部お客さんが埋まって満席になってて、しかもすぐ発売した瞬間チケットもすぐ売り切れてくれたっていう話を聞いて、ライブの幕が上がった時はテンションが上がったし、はい、感動しました。なんかあ、やっててよかったなって、諦めずに、もう新潟お客さん入んないからやめようみたいな感じにならずに、はい、あ、続けてきてよかったなと。やってる？いつか、いった、やってねえよ。いつかこうね、こう満席になる時をこうやってねえってだから。やってる？やってねえか。全然見て頑張ってきてよかったなと、はい、昨日ちょっと感極まったというか感動しました、はい、ありがとうございます。あれやってるで終わっちゃったけど、あの人やってましたやってますか？あ、やってました。日高さんに質問が、日高さん、どうして日高って名前なんですか？名字はね、先祖代々受け継がれてます。すごい手書きだよこれ。そうなんで、ちょっと募集してみたんですよ。ほら、ハート書いてありますから。ハート書いてある。女の子らしいクッタン。今ちょっと聞いててクッタン。あ、今クッタン。じゃあ日高にはですね、そうですね、ひなこさんからの質問です、はい、日高さんに質問です、はい、宇野ちゃん大好き、いつも応援してます、これからも頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります。あ、ご本人登場。ありがとうございます。今日随分ストレートですね。はい、今日はここから滑れるくらいの、え、滑り倒すってことですか？はい、皆さん滑ってください。なるほど、宇野ちゃんが滑り倒すわけです。テケ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 ってね、はい、おー、早速有言実行、早速滑るなんてすごいよ。想像できない。今日のテーマはおいとま、おいとまします。おいとま、おいとまします。おいとまさん、おいとまします。ありがとうございます。日高もおいとましちゃいました。はい。